グループ人気も、あの子のスキャンダルがあってから、私が独壇場って感じやな。でも、正直羨ましいかも。ああ、私だってあの人と繋がりたいのに。あ、そうだ。あの人なら紹介してもらえるかも。おー、山本ちゃん、元気にしてる？お久しぶりです。元気ですよ。それにしても、やっぱり山本ちゃんはすごい人気ぶりだよね。さすがだよ。そんなことないですよ。でも、電話なんてどうしたの？実はちょっとご相談したいことがあって。売れたことに喜びを感じながら、周囲への感謝を忘れず、謙虚に芸能生活を送る人がほとんどです。しかし、売れたことで天狗になってしまった芸能人もいたようです。そこで今回は、関係者などから売れて天狗になったと言われている芸能人を12選ご紹介します。まず、はじめは、元 NMB48 の山本彩花さんです。渡辺美雪さんと共に、長年、NMB48 の絶対的センターであり、絶大な人気ぶりからグループを牽引していました。しかしあることがきっかけで、謙虚だった山本彩花さんの態度が変わってしまう出来事が起こったのです。金子さん、折り入った大事な話って何ですか？実は、明日発売の週刊誌に渡辺美雪の熱愛スキャンダルが報じられる。ミルキーがですか？何かの間違いじゃ。私もそう思いたかったんだけどな、残念ながら。そんな、せっかく NMB も盛り上がってきていたのに。おそらくこれから山本が NMB のエース的存在としてグループを牽引していくことになると思ってる。こんなことになってしまって悲しい気持ちでいっぱいだが、これからもグループをよろしく頼んだぞ。 NMB48 の中でもズバ抜けて人気だった渡辺美雪さんのスキャンダルが報じられ、山本彩花さんの人気は加速していきました。そしてこの頃からテレビ局プロデューサーはある頼みをされたというのです。グループ人気もあの子のスキャンダルがあってから私が独壇場って感じやな。でも正直羨ましいかも。ああ、私だってあの人と繋がりたいのに。あ、そうだ。あの人なら紹介してもらえるかも。おー、山本ちゃん、元気にしてる？お久しぶりです。元気ですよ。それにしても、やっぱり山本ちゃんはすごい人気ぶりだよね。さすがだよ。そんなことないですよ。でも、電話なんてどうしたの？実はちょっとご相談したいことがあって。相談？改まってどうした？私に俳優の山本裕介さんを紹介してもらえませんか？仲良くなりたいんです。え、この子何言ってるの？今のグループでの人気や立場を考えたらまずいだろ。それは。いいじゃないですか。ただ仲良くしたいんです。大丈夫ですって。今の人気だったら多少のスキャンダルもどうにかなりますから。すごいこと言うね。おいおい、人気が独壇場になった途端すごい発言するな。この子はそんな人じゃなかったのに、変わっちまったな。まあ、タイミングがあったらね。じゃあ、ちょっとそろそろ切らないとだから、またね。山本彩花さんは後日この話を否定されています。しかし、人気が上昇した頃から他のメンバーと距離を置いていたという証言もあり、この天狗発言に関係者は唖然としたそうです。続いてはフリーで幅広い活動をしている宇垣美里さんです。元 TBS のアナウンサーであり、退社後はフリーアナウンサーとして出演するほか、最近では女優業でも活躍されています。しかしフリーになる際、ある天狗発言をしていたそうです。いやー、君みたいな子がうちの事務所に入ってくれると嬉しいよ。これからはアナウンサーとしての仕事だけじゃなくて幅広い仕事をこなしてもらうから頑張ってね。こちらこそ、これからどんどんいろんなことに挑戦していきたいと思っているので、よろしくお願いします。早速契約金についてなんだけど。契約金はもちろん加藤綾子さんと同じくらいの契約金ですよね。え？この子何言ってんだ？なんで加藤綾子？それはまたどうしてそう思うのかな？当たり前のことですよ。 TBS での私の人気ぶりや顔の良さ、そういったことを考えると加藤綾子さんと同じくらいだと思いますよ。むしろこれからは女優としても活動するわけですから、本当はもう少しもらってもいいくらいだと思いますけど。まあそういう気持ちもね、わかるんだけど、最初はこのくらいでお願いしたいかな。はあ、まあいいですよ。そのうち同じくらいにしてもらえるなら妥協します。噂には聞いてたけど、まさかここまで天狗だったとは。とりあえずしっかり仕事さえしてくれればいいけど。じゃあ契約書にサインしてもらおうか。全国的な知名度を考えると、とても加藤綾子さんとは同じとは言えないのではないでしょうか。それでも自分の美貌を武器に強気で突き進む姿勢は、宇垣美里さんなりの強みなのだと思います。続いてはお笑いコンビぺこぱの松陰寺太勇さんです。
M1 グランプリ2019で一躍スターになり、多くの番組出演を果たしていた松陰寺太勇さん。しかしスターになった途端に、まだ売れていなかった先輩芸人に対して天狗発言をしていたのです。実は僕、今回の M1 王者である錦鯉さんに謝らないといけないことがあるんです。ないのにどうしたのよ。2020年頃に電話出演したネット番組があるんですけど、その時まだ売れていなかった錦鯉さんにめちゃくちゃ失礼なこと言ってたの。ああ、そういえばそんなことあったね。あの時ぶっちゃけ関係者は天狗になってるなって密かに話してたらしいけど。そうなるよね。だって上から目線で、もっと心に余裕を持ってください、年齢を重ねていてもギラつきを持ってていいと思います、変に落ち着かないでくださいって忠告してたんだよ。今思えばやばい天狗発言だよね。え、しかもさ、お前あの時おじさんっぽいボケは入れない方がいい、若い人を巻き込めって言ってたよね。本当にあの時は出過ぎた真似をしてしまったって思ってます。この場を借りて謝らせてください。錦鯉さん、数年前は本当に偉そうな発言をしてしまいすいませんでした。錦鯉の2人に対して上から目線で発言してしまった松陰寺太勇さんですが、この他にも周囲に偉そうな態度を取っていた時期があったと、シュウペイさんから番組で暴露されていました。しかし今では感謝を忘れずに、日々お笑いに磨きをかけているようです。続いては俳優の野村周平さんです。俳優デビューするや否や、数多くの有名作品に出演し、一躍ブレイクした若手俳優の仲間入りを果たしていました。しかしすぐにブレイクしたことが野村周平さんを天狗にさせてしまったようです。あなた、可愛がってくれる先輩って誰かいるの？いや、今だと永瀬智也ですかね。いやいや、そこはさ、永瀬智也さんじゃん。いや、智也です。あなた、よくそんなんでここまで来れたね。まあ、うまくやってるんで。あ、実は面白いエピソードがあるんですけど。エピソード？どんなの？実は映画で共演した佐藤浩市さんとこの間お酒を飲みに行ったんです。そしたら僕の演技について、カメラを意識して演技してたから60点だなってダメ出しされたんですよ。それであなたは素直に受け止めたの？いや、佐藤さんも意識してたんじゃないですかって言い返しました。俺、役者で出会ってたらあなた締めてます。絶対締めてるからね。バラエティ番組で先輩俳優でも言い返してしまったという逸話を披露した野村周平さんですが、上下関係に厳しい坂上忍さんはありえないという顔で返していました。これに対しテレビ関係者はこのように発言しています。いやー、こないだの野村周平の発言はないわ、ありえないだろう。確かにそうっすよね。野村周平って女性からはモテますけど、男性からの印象最悪って言われてますしね。まあ、いきなりブレイクしたから天狗になってるんだろ。あんな若い年で大先輩に当たる佐藤浩市さんにダメ出しするなんてありえないだろう。しかも先輩後輩だけじゃなくて、俺ら関係者に対しても生意気ですからね。押されるのも時間の問題かもっすね。残念ながら野村周平さんの天狗っぷりは業界内で有名な話のようです。ですが年齢を重ねて少し大人になった今なら、先輩を敬う気持ちが出てきているかもしれないですね。続いては元 AKB48、 HKT48 の指原莉乃さんです。卒業後は数多くの番組で存在感をアピールしている指原莉乃さんですが、ある人に気に入られていることから天狗になっているとのことです。指原さんといえば、今や女性アイドルグループのプロデューサーも務められていますけど、秋元さんから見て現役時代の指原さんってどんな方でしたか？こいつ天才だなって思ったね。グループの場合ポジションっていうのは必ずあるんです。指原を見てて思うのは、一番はダメでも何でもやってみるっていうトライ精神がすごいんじゃないかな。じゃあ指原さんにトライ精神があるなって思ってた頃から連絡していたんですか？それがね、ある時に指原のブログで道に白いネギが落ちてたっていうのを見て、こいつ天才だなと思ったわけ。それからだね。そうそう、頻繁に連絡もらい始めて、秋元さんからこういう風にしてみたらとかアドバイスをもらって、指原に今日1日100回ブログしろとか、ああいう自分にはやることはない、全てやり尽くしたと思ってるけど、そうじゃない、きっとまだあるぞってね。なんで白いネギが落ちてたって書いただけで天才なんだ？さあ、でも秋元康から頻繁に連絡もらうようになって、総選挙も1位獲得できたじゃないですか。その時スポーツ紙の取材があったらしいんですけど、指原さんすっぽかして帰宅したって人づてに聞いたことありますよ。マジか、さすがに取材をすっぽかすのは良くないだろう。まあ確かに最近自分は秋元康のお気に入りですっていう内心が伝わってくるような態度だよな。番組でも思うように発言しても、秋元康がバックにいるからかばってもらえるって感じするもんな。この業界じゃ指原さんが秋元康さんのお気に入りなんだぞってアピールしてるのバレバレですよね。本人は気づかれてないって思ってそうですけど。
秋元康さんは指原莉乃さんの他とは違う魅力に気づいていたのかもしれないです。そして頻繁に連絡をもらうようになり、総選挙でも1位を獲得して以来、自分は秋元康さんのお気に入りだと思い始めたのです。続いては兄弟漫才コンビ、ミキの亜生さんです。弟でボケ担当の亜生さんは若い女性を中心に人気を博していますが、亜生さんの天狗ぶりを母親や兄が暴露していました。実はここで亜生のお母さんからとある情報をいただいています。お母さんからの情報によりますと、亜生は1を10にして話すそうです。ある日テレビを見ていたら、うちのおかんはなぜかいつも自転車のカゴにテニスボールをパンパンに詰め込んで走るというエピソードがあったのですが、真相は違います。え、これは嘘なの？まずおかんがテニスボールを集めてることは事実です。でも1回だけカゴに1つ入ってるのを見て、僕にはそれがパンパンに見えたんです。お前大嘘つきやないかい。競技エピソードはこれだけじゃなくて、とある番組で僕がいじめられていたとか、合唱コンクールで指揮者をやっていたとか言って大受けしたんですけど、いじめられたこともないし、合唱コンクールに出たこともないですから。お前やばいな、完全にお前のこと嫌い。こいつほんの売れた途端に天狗ですから、芸人仲間からも売れたら天狗って見放されてますし、ある時西川清師匠が冗談めかして麻生くんおはようございますって挨拶したら、こいつはああって大物ぶって答えてますからね。お前それはあかんで。一見すると裏でもしっかり挨拶をし先輩を敬っていそうなイメージがある亜生さんでしたが、売れた途端にエピソードを持ったり大物ぶる態度を見て他の芸人仲間から見放されてしまいました。続いては俳優の綾野剛さんです。今では数多くの作品に出演し知名度も爆上がりしていますが、知名度が上がるにつれて天狗状態になっているのです。お疲れ。今日撮影終わりって何か予定あるかな？お疲れ様です。撮影終わりは自宅に帰宅するだけですね。よかったらさ、撮影終わりにご飯でも行かない？いいですね、みんなで行きましょう。いや、二人でどうかな？さすがに二人ではまずくないですか？ほら、お互い何もなくても週刊誌に報じられたら。大丈夫だって、とりあえず考えといてね。おい、マネージャー。どうしました？今度のイベント会場、ちゃんとタバコ吸えるところ確保しておけよ。あー、出たよ。少しくらい吸えなくても我慢してほしいんだけど。どうですかね、もしかしたら全館禁煙の場所かもしれないんですよ。もしそうだとしたら少しだけ。あ、お前何言ってんの、ありえないから確保しろよ。とりあえず確認してみますね。すいません、今度のイベント会場なんですけど、どこかタバコが吸えるような場所は確保できませんか？そうしたい気持ちはありますけど、こちらも全館禁煙なので喫煙は困るんですよ。無理を承知で申し訳ないですけど、なんとか作ってください。綾野さんは必ず吸うので。はあ、こちらも検討してまたご連絡します。綾野剛さんは知名度が上がるにつれて共演女優を口説きまくったり、ヘビースモーカーのため必ず喫煙できる場所を確保するよう要求していたのです。また番宣も本音を言えば出たくないと発言するなど、天狗っぷりに拍車をかけていました。続いてはお笑いコンビ、霜降り明星の粗品さんです。今や MC も務めるようになり、レギュラー番組も多く持っている粗品さんですが、相方であるせいやさんも見て見ぬふりをしてしまうくらい天狗になっているようです。ではリハーサルは以上になります。粗品さん、まな板がこちらになります。え、これが今日用意されてるまな板なの？そうですけど。おい、こんなまな板で肉が切れるか。実家の焼肉屋と同じようなまな板にするって言ってたよな。話が違うじゃないか。まあまあ、そのまな板でなんとか肉切ってもらえない？いや無理や。おいスタッフ、実家のまな板と同じようなやつ探して持ってこい。撮影はそれからだ。番組の企画で粗品さんがキャストに焼肉を提供するというコーナーだったのですが、用意されたまな板に納得できず、スタッフが納得するまな板を急遽買いに行く羽目に。そのため撮影が3時間遅れてしまったのです。じゃあ今から美味しい焼肉を皆さんに振る舞いますからね。粗品がこだわったせいで撮影遅れてしまったから、ここは相方である俺が盛り上げないと。大将、美味しい焼肉お願いします。任せなさい。いや、まず謝れよ。大将がこだわりすぎてちょっと収録時間が押しちゃったからね、早く焼肉食べたいよ。こいつわざわざ収録中に読んでええやろ。プロだからこだわっちゃうよね。自分のオーダー通りじゃないと撮影すらも止めてしまう粗品さん。この日は同じレギュラーメンバーである松尾俊さんもイライラしてしまったそうです。しかしこの出来事が記事になって以来、自身の振る舞いを少しは反省しているそうです。続いてはお笑いコンビ響の長友光弘さんです。おかっぱヘアにセーラー服姿で女子高生キャラに扮し、数多くのお笑い番組に出演していた長友光弘さん。
しかし売れたことで調子に乗ってしまったエピソードを自ら番組で自白していました。さて天狗時代のエピソードは何かありますか？そうですね、新幹線以外は全部タクシー移動をしていました。え、歩いたり電車使ったりは？なかったです。汗をかきたくなかったので20メートル先のコンビニでもタクシーを使ってました。それタクシー代すごそうですけど。あの時は売れていたんで収入もすごくあったんです。それをいい気になってしまってタクシー代だけでも毎月50万は言ってましたね。タクシー代50万ってすごいな。あとは調子乗って飲食店の経営に手を出したことですね。いやいや、売れている時期こそそういうのに手を出しちゃいけなくない？そうなんですよ、常に店にいられるわけじゃないのにね。だからみんなが寂しがると思って自分の像まで立ててました。もうそれただの自己満足でしょ。え、ちなみにその飲食店は今も続けてるの？それがコロナ禍の影響もあって今はもう閉店しました。あ、そうなんだ。一時期は2店舗で年商6000万稼いでたんですけど、今はもう貯金もゼロです。もうあれですね、明らかに売れたことで自信がつきすぎちゃって天狗になってしまったってやつだね。そうですね、その通りです。番組では最高月収は200万円を超え、風呂なしアパートから恵比寿の家賃20万円の部屋に引っ越したお笑いシンデレラボーイと紹介されていた長友光弘さん、今では天狗時代を反省して地道にお笑いの道を極めているようです。続いては女優の広瀬すずさんです。さまざまな作品で主演も務められている広瀬すずさんですが、トンネルズの番組に出演した際、些細な疑問を口にしたことから天狗になっていると言われています。なんかさ、すずちゃんはテレビ局のスタッフを見ると思うことがあるんだって？そうなんです、私撮影されている時とかも思ったんですけど、どうして大人になって照明さんになろうと思ったんだろうなって。え、そこ？はい、録音さんも腕が疲れるのになぜ自分の人生を女優さんの声を取ることにかけてるんだろうってすごい考えちゃうんです。年齢を重ねても本当に声を取るだけでいいのかなって。すずちゃん、不思議なことを疑問に思うんだね。広瀬すずさんはふと疑問に感じたようですが、実際それを仕事にしているスタッフからは天狗発言だとささやかれているそうです。え、何あの子、どうして照明にって別に深い意味はないし。俺なんて腕が疲れちゃうのに女優の声を取ることにかけてるんだろって言われたんだぜ。どんな番組だって俺らスタッフもいないと成り立たないのに何言ってんだ。ちょっとそういう発言裏でするならまだしも、番組内でするなんてやばいよな。自分が取られてることに少しは感謝してほしいわ。売れてるから感謝とかどうでもいいんだろ。実際この発言は関係者だけでなく視聴者からも天狗になっていると言われています。疑問に思うことはいいと思いますが、まずはスタッフたちに感謝の気持ちがあることを発信していれば違ったのではないでしょうか。続いてはお笑いトリオ我が家の杉山博之さんです。お笑いだけでなくドラマにも出演し、名だたる俳優陣とも共演していた杉山博之さんですが、当時は無敵だと思いわがまま放題だったことを自ら告白していました。杉山さんは当時の天狗ぶりについてご自身でどう思われていますか？本当あの頃は何やってもうまくいってたんで無敵だと思ってました。わがまま放題で周りから振り回されてたって。それだけ月収が入ってたってこと？使っても使っても入ってくる状態だったんで、居酒屋感覚で沖縄にいた時に今沖縄いるから遊び来いよって後輩呼んで豪遊してましたね。それ遊びに来いよって言われていくような距離じゃない。ちなみにそういう遊びのお金は？もちろん全て僕が払っています。僕初めて入るようなお寿司屋さんでも大将に常連ぶってたりしましたね。それ大将びっくりするでしょ。あれ、この人来てたっけみたいな顔はされてましたね。実は後輩芸人からタレコミをいただいています。杉山さんは忙しいことを理由に次の日仕事が朝早い時自宅に呼び出しては俺が起きる時間まで起きてると横にずっと座らせられていましたと書かれています。これは本当ですか？はい、遅刻はできないと思って、まあ後輩に目覚ましだと起きれなかったので直接起こしてもらいたくて呼んでました。杉山博之さんも先ほど紹介した長友光弘さんと同じ番組の企画内で天狗だったことを自白されており、今では天狗時代を反省しつつつつましく過ごしていることも告白していました。最後は歌手で俳優のディーン・フジオカさんです。歌手にモデルに俳優とマルチに活躍されているディーン・フジオカさんですが、あるバラエティ番組にゲスト出演した際の言動が天狗になっていると言われています。ディーンさんは食へのこだわりもかなり強いという情報が入ってきてるんですけど、ご自身でもそう思われてますか？そうですね、やっぱり食って生きていく上で必須らしい、少しこだわりすぎちゃう部分はあるかもしれないです。今回ですね、食へのこだわりが強いディーンさんのためにグルメに自信がある3人の芸人がフルコースを用意しています。それがこちらです。
おお、どれも美味しそうですね。見た目はもう最高です。それでは早速食べていただきましょうか。いただきます。ちょっとしょっぱいですね。え、そうなんですか。あと少し噛むのが大変です。改善が必要ですね。でも料理のアイデアとしてはすごいと思います。なんやこのツンデレ。あんなダメ出し連発されるなんて。さすがにもう少しテレビ的にも褒めてもらいたかったよね。私たちも味見したけど別に悪くなかったしね。それにしてもイケメンで売れてるからってあんな辛口のダメ出し連発はないな。スタジオでは後藤輝元さんの対応力によって笑いが起こっていましたが、ダメ出し連発の状況にスタッフは唖然となり、一部では天狗すぎると囁かれてしまったそうです。さて今回は売れて天狗になってしまった芸能人を12選ご紹介しましたが、売れてしまっても謙虚な姿勢を忘れずに活動し続けてほしかったですね。売れても謙虚な姿勢を見せて頑張る芸能人が多い中、こういう天狗っぷりはちょっと驚いてしまうな。しかも自分が好きな芸能人が天狗になっているって聞かされてしまうと少し信じたくないなって思ってしまいますよね。でもよ、天狗になってスタッフからの評判持ちたらそれこそ仕事減りそうだけどな。そうですよね。でもきっと天狗になっている時はそういうのも考えられなくなっているのかもしれないですよ。いずれにしても天狗にならないで謙虚な姿勢で芸能活動していってほしいですね。初心を忘れずにってやつだな。